今、牛乳パックをいてます。まな板は汚れにくいですね。こんな感じですでに内臓とか頭はある程度取ってるんですけど念のためね。もう一回ちょっと洗います。水洗いして。きれいに魚屋さんが洗ってくれてるんですけどももう一回ちょっと洗ってほとんど血は出ませんね。そうですね。これ水洗いするあのご覧になって分かる通り氷水使ってます。 で次に開きますが、はいうん、ここに手を入れましてですね。はい、で、グ、えー、ーっと押し付けまして、はい、はい。で、お尻の肛門のところまで、あ、グーっと開きます。あ、はい、あ、なるほどなグーっと開きまして、手で開くんです、ね。手で開くんですよ。意外な。はい。はい。で、こうして、えー、綺麗に開きましたら、はい。 ここの中骨がありますね。はい、この中骨を取らないといけない、いけないんですけれども。はい、まず、尻尾の方から、ここをポキッと折るんですよ。ちょっとポキンと。はい、ポキンと折るんです。あポキンはい。で、折って。ポキンと落としましたか。はい。で、ぐーっと、これを。中骨を取ります。なるほど。こうして。綺麗に取れるでしょ でね包丁でお店なんかやったら包丁で取り張るんですよなんでか言うたらここの面が綺麗いんです見た目がねはい。で汚くても結果的にはかば焼きする時関係ないんでこのの方がね身がそう包丁だとね骨に身がいっぱいついてちょっともったいないんでこんな感じ僕らは手で中骨取ります次ですねここに腹骨がちょっとあるんで 取ってもいいし、取らなくてもいいんですが、子供さんが食べるときは、お年寄りが食べるときは、この腹骨がちょっと気になるので、ちょっと落とします。はい。斜めに。包丁が出てきましたね。落とさなくてもいいですよ。はい。こうして落とします。こっちの方がより食べやすいということですね。これはちょっとわかるかな。こう、骨があるんですよ。腹骨が。でそれを ちょっとこうそぎ落としますがあんまたくさんあると身が減るのでそうですねちょこっとはい落としましてはいそれでちょっと一回ですね洗います今回ねこのね氷水洗うっていう工程結構多いんででもこのイワシすごいいいわ血がほんまに出てこないはいはいワシですよはいでこれですね次ここにね背骨背びれこれこれあ見えましたはいでこれをね魚屋さんは 全部処理した魚でさまよろしごめんなさい開きにした魚ですけどもこの背びれをね取らないんですよんでか言うたらこれを取るとなんか魚が増いんちゃうかとここら辺がちょっと白になるんでだけど家でやる時はこれやっぱ取った方がいいんです取っった方が喉にね引かかるだから老人とか幼児なんかは取った方が食べやすいのでハサミで取るのが一番でやりやすい。 あ本当だ、うん、で包丁でやるともっとここのとこね白くなるんですけどもこれ<ー>、はい、が綺麗にねちょっと取れましたでしょうで、ね、はいこ、はい、れでこれでいいんですはい、はい、これで一、えー、つ一、はい、微分できまして、はい、あとは拭いたらいいんですはいそしたらちょっとこう、えー、水気をキッチンペーパーで、ねはい、取りましてはい またあと3匹同じようにしてやりますでこれスーパーで売られてる段階でもすでにこれ頭とね内臓取ってくれてるんですけどんかいわして結構魚屋さん嫌がるんですよね嫌がるんですよなぜか知りませんこれ大変なんでしょうねこれうする時はねだから家で頭ついてるものを調理する時は頭はまず落としてここのところをちょっと斜めに切って切ることによってここの内臓が取れますのでなるほど こう切ってキュッと引っ張り出したら内臓が取りますわかりましたはいいす常にね今回それをやってくれてるということで助かりましたでまた同じようにしてこうしてお腹をこうグーッと開きましてここのとこでギュッギュッっとこうちょっと押し付けるようにしてやりましてはいこうですね新しいですね 本当このいわしねさっき取ってきたみたいぐらい昨日買ったんですけどねめちゃくちゃ綺麗です昨日日曜日だったんですかあそうなんですか漁師さんもね頑張ってくれてますあなるほどなるほどこれで中骨取ってでここのここの尻尾の肛門に近いところをポキンと折りましてです今折れたんですね折れたんですよでこれをキュキュッとこうこうしてジューあ 手でね、身をちょっとこそげ取るみたいな感じでこれで包丁でやるときれいなんですけど、はい、あの中骨に身がつきやすいんで無駄が多いということでねで,でこうちょっと腹骨のところをちょっとこう取りましてですねここあるでしょ結構骨がありますね、はい、で別に気にならないんですけどね、はい、普通はだけど ちょっと喉の弱い、ね、子供はね、やっぱりね、嫌がりますからね。うん、子供を、あの、はい、魚好きにさせるためには、まあ、なるべくちょっと、こう、う小骨とか取った方がいいかもしれないですね。はいはい、で、えさっきの、ええー、ここここね、洗います。あ、洗いましょうか。一回、取ってみましょうか。<laughs> はい、今回ね、本当、あの、この、イワシってね、血が残ってると、結構。 そうなんですよねだからできるだけ取った方がいいかなっていう感じはしますけどねでねもう一つのやり方は包丁ね包丁を使ってこうかこうやってぎゅっと押さえつけてくってやってで尻尾の方持ってぎゅっとこうふたはねたくさん取れるでしょだ皮もだこうこうならして打ったらね 非常に印象悪いんですお店にしたら確かに穴が開いてますねそうそうそうだからこれ取らないああいやいやいん売っ出るんですね魚屋さんはねはいわかりますだからということでやっぱりハサミでね切った方がいいはいあ、もう洗わないでいいですかもう洗わないでいいですかもう大丈夫ですかきれいですねでこんな感じでまたはい。 キッチンペーパーで水分を拭き取ると、はいね、これ水分拭き取るって意外と忘れやすいんで、ね、あでね、皆さんあの、はい、覚えててください。はい、じゃあ残りのね、いわしをこんな感じで開いていきます。はい